調べてみてたんですけどね、これ本当にちょっと分かんないんですけど、どうもさっきの道をずっと行くと、なんかね、青山高原の中の方に行けるみたいなんですよ。そうするとなんか一応そっちの方にショートカットして7キロで行けるみたいなことが書いてあるんですよね。ただ Google マップの地図も何にも載ってないんですよ。なんでちょっと分かりませんけどね、本当に行けるのか分かりませんけど、一応こっからこっちの方向に、一応北西ってなってるから一応確かに合ってるからな、行ってみようと思います。本当に行けるのかなこれ、ちょっと怪しいですけどね、まあ、とりあえずちょっと行ってみましょうか。はい、あでさすがにあそこの下をくぐったりしとったら、向こうついてね枕闇ってなると本当に怖いんで、ちょっとすいません、今日はあそこはこの後帰ってきて寄れたら寄ります。あの地下通道の方はね、すいません、こうご期待でお願いします。でとりあえず渡って、一応ハイキングとかそういうのに使う分には問題ないらしいんで、よかったよかった。あ、公園だーって言って公園を走り回る動画とか撮ろうとしてましたけど、いや、やらなくてよかった。あれだと公園利用になっちゃいますからね、完全に。よいしょ。あそこまで上がらんでも、こっから歩いてたらいけそうなのかな。ね、こんな感じ。面白いモニュメントがありますよ。よいしょ。お。これ思ったより難易度高かったな。まさかそんなところ書いてあると思わなかったな。で、見た感じもうこんなの西青山の方が近いんじゃないかと思ったんですけど、やっぱそうでもないみたいですね。これ。ちょっと企画変えて、でどうもその、三角点のところからその全部高原とか全部見るらしいんで、企画変えて駅間散歩西青山まで行っちゃいます。15キロぐらいってなってたんで、多分近鉄の中で一番厳しい駅間散歩ですけどね、行っちゃいます。まあただ本当にこの道が行けるのかどうかが分かりませんからね、それっぽいことが書いてあったんで大丈夫みたいなんですけど、まあ、とりあえず今また来たところをずっと戻っていってますけど、いやーそれにしたって道中長いですよこれ。だって Google マップって大抵のところをさ、細いあの白いやつなら最低の細いところに乗ってますよ。いやこれ車無理やんっていうところをちゃんと書いてくれてますよ Google マップさん。この道とりあえず道に出ましたね。これはすごいところに来てしまったな。あー今日は結構お手軽な企画だと思ったんだけどな。いや東青山だからあそこの目の前にあるのは知ってましたからね、この四季の里は知ってましたから、まあ他ね、そんな乗ってないでしょうと、坂をくぐってたら、いやいやいや、なんかすごい すごいモニュメントがありますけど、万博のやつをイメージしたのかな、なんというか大阪感も溢れてますよね、全体的なモニュメントの感じは。で、これだ、これう
これだ、滝見台。あ、これが言うとった滝見台で、そのまま三角点の方に行けるらしいんですよ。青山高原 13.9 キロ。マジか。あー 13.9 キロ。いや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 、これしかもあのこういった格好で来ていいところじゃねえぞ。これ、ちゃんとハイキング用のやつを持ってないと。うわー、これは、あー、これはやられたな。13キロでしょ。時速5キロで2時間半。時速5キロで着くのが4時前でしょ。え、大丈夫これ。だからってね、倒せないですよね。冒頭にも言いました通りね、高原で名のついてる通り、見ての通りもう山道ですから。今までのね、水干しとか那須とかみたいにそんなテクテクと歩けるような場所じゃないですからね。ああ、ちょっとマスク取ります。無理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 で、いいでしょ。三密の三の字もないからいいでしょ。これちょっとここはマスク取らせてもらいます。もうえらいとこ来てしまった。これはそりゃ Google マップにも乗らんわけだわ。いや、これ雨の日じゃなくてよかったと。雨だったらいくらなんでも私だって歩こうって考えませんから。いや、むしろ諦めか肝心だったかもしれませんけどね。いやいやいや、今日これやったら帰るかも。もういいかで風呂入って帰ろうかな。でもまあ一応整備はされてますけどね。境界線なんか、標識なんかもありますけど。わあ、これは、あ、獅子頭じゃねえな。これなんだったっけな。これわらびか。わらびの葉っぱだ。シダ植物も多いのはいいことですけどね。あ、若い木が生えてきてますよ。ニューフェイス。ね、あちこちもまあまあそれなりの育った木が多い中で、ああいった若い木があるといいですね。あとこれあれですよ、間違ってもこれ半袖で来ちゃダメなところよ。皆さんに言っときまして、こういうとこ来るときは絶対長袖ね。うん、さらにさ、日焼けとかもしますね。危ない、木の枝とかがね、当たりますからね、危ないですよ。虫とかに、噛まれる恐れも、増えますんで、下手すちゃこれ蛇とかもいてもおかしくねえもんな。いや、これ絶対いるよ。うわぁ、これ夜、これは夜はもうほんとダメですね。日暮れたらダメよ。これ案内どうやって書いたらいいんだろうな。もう町名とか地名分かりませんから、青山高原とだけ入れるとか、右上に最近入れてるね、一応町名と場所がね、ある程度、分かるような感じでね、最近散歩動画を中心に入れるようにしてますけど、どうでしょうね。あれで少しは見やすくなったかな。これで青山高原コース東青山四季の差で終わってますけどね。四季の差とどんどん遠くなってますよ。いやいやいや、これなんか小屋あるし、空気かけた小屋があるし、あの小屋にどうやってたどり着くの。まず口かけてますけど、まずよく作ったな。あれかな、ここの道路整備するときの中継地点とかだったのかもしれませんね。で、お、これはポイント来ましたよ。せせらぎコースじゃなくて、
青山高原の方に行くにはこっちなんだ。こっちじゃなくてね、こっちだとさっきのこ、ハイキングコースなんだ。戻ってく。十分。ニュルブルクリンクのもうなんだな、あの昔のコース並みありますけどね、こっちでも十分。で青山高原の方行きましょう。ただね、意外と涼しくなったと思ったら川が流れてるんだ。わあ、ただ歩きにくい。これはちゃんとしたハイキングの格好で来ないとダメ。嘘。なにこれ、川渡り。向こう。ちょっと待って、めちゃくちゃハードルだけな。嘘だ、そんなハードなコース設定します？金術さん。これで合ってんの本当に。だいぶ道がなくなっちゃってますよ、もう。これは獅子頭だね。これ獅子頭。これ紅白かな。紅白っぽいな。これも塩植物だと思うけどな。これ違うかな。後ろ見たら分かる。いや、嘘でしょ。ちなみにもはや Google マップ何の当てにもなりません。いや、これわめき立ていたところで誰も来ませんからね。いや、通るなよって感じだよね、これ。嘘でしょ、本当にこの先にあんの。木が閉めちゃってる。そら、あ、これで違ったらもう帰れねえぞ俺。でしょ、何これ。いや、でもやっと人の作った建造物っぽいのが出ましたけど。いや、待て、一応案内板あるわ。もう道なくなってきちゃってるけど、だって整備していないでしょこれ。一応青山高原こっちってなってるけど、間違ってもカメラ持ちながらやれるあれじゃねえぞこれ。やだなこれ。おお、滑る。ハイキング用の靴じゃないからな。だいぶ昨日雨だったんですよね。その兼ね合いで滑るんだから、地盤がところどころ怖いよこれ。だってもうこうなってるもん。今度は何くぐるの。おお、いや、これはきついな。よいしょ。
目の高さがここですからね。